9月29日クリーニングの日はありがとうを伝える日と題しまして、水戸市マスコットキャラクター水戸ちゃんへの感謝状贈呈式を行います。日々汗だくになりながらもご尽力をいただき、またその姿に多くの人々が元気や笑顔をいただき、癒されています。じゃあ、まずね、2人でいただきます。おめでとうございます。ミッドチャイに対しまして、感謝状、そして、このクリーニングギフト券をご寄贈いただきました。また本当にありがとうございます。おかげさまでミトちゃんもデビューしてから、2年を迎えることになります。非常に人気もある分ですね、嬉しい悲鳴で、大変疲れているところでもあります。まあ、この通りこの辺が少しこう黒ずんできたりとか、ちょっと、いろいろリフレッシュをしなければならない、時期に来ております。そして新たな気持ちでですね、ミトの PR に励んでいただけるんじゃないかな。そうですよね。はい、その通りです。はい、そういうことでミトちゃんも喜んで、おりますので、皆さんの期待に応えるべく、また、しっかりとこのミトちゃんを通してミト氏のイメージアップを図っていきたいというふうに思っています。少しやっぱりみんなで着るものとかなんか絶対としたりしていれば心も豊かになりますからね。そうですよね。いいもの着てるとね、いいものを着てね、綺麗にしてね、着るとね、やっぱり気分的に仕事も頑張れるんですよ。ね、よろしくパフォーマンスをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。